休みだったね。どうしたの？大学の近くで事故があって、仕方がなかったんです。あ、かくちゃんは大丈夫？私の車なくてよかったです。あ、じゃあ宿題を持ってきた？はい、とても難しかったです。あ、漢字とテーフォンとうちの方が難しかったね。テーフォンの方が難しかった。じゃあテーフォンの使い方をもう一度教えるよ。ありがとうございます。